カーボベルデの経済では、カーボベルデの国民経済について記す。カーボベルデは、西アフリカ、大西洋上に浮かぶ小さな島国であり、資源に乏しく、厳しい干ばつにさらされている。高雨量が少なく、農業はわずかに4つの島で営まれているに過ぎない。カーボベルデの人口のおよそ7割は地方に居住しているが、国内総生産の大半はサービス業で生み出され、 農林水産業の比重は低い。1990年独立以来続いたカーボベルデ独立アフリカ等の社会主義的な一等性が終わり、翌1991年には初の政権交代が実現。それに伴い経済面での改革も進んだ。具体的には民間部門の育成と外国資本の呼び込みが図られた。カーボベルデの GDP の低さは、 天然資源の少なさを反映している。特に長期にわたる干ばつから来る、水資源の少なさは深刻で、慢性的な水不足が続いている。そのため通常の交流量では、農業はサンティアゴ島、サントアンタン島、保護島、ブラバ島の4島で小規模に営まれる程度である。主な農産物はトウモロコシ、サトウキビ、バナナ、畜産業も存在するが、同じく小規模である。 このように脆弱な農業形態から食料のおよそ90%は輸入に頼る。カーボベルデの貿易は食料の大量輸入によって工場的に大幅な赤字状態にあり、外国からの援助や本国人口を上回る約70万人の在外カーボベルデ人からの送金で赤字を埋め合わせている。こうした収入はカーボベルデの重要な外価格特限である。 農業が振るわない一方で、魚介類は豊富である。プライア、ミンデロそしてサルシマには、水産物の加工工場や、冷凍施設があり、多くはないものの輸出もされている。特にロブスターやマグロの量は、大きな可能性を持っているが、まだ開発途上の段階にある。プライアの砂浜商業、運輸業、公共サービスなどのサービス業は、カーボベルデ経済を牽引しており、 GDP の7割がサービス業によって生み出されている。カーボベルデ政府は市場経済化の促進と民間部門の育成を経済政策の最重要課題と位置づけており、観光業、軽工業、そして漁業においてその傾向が顕著となっている。特に観光業はカーボベルデ政府が重視する産業である。リゾート開発が行われ、 島国であることを生かしたウィンドサーフィンやセーリング、山がちな国土を利用したトレッキング等を目的に、とりわけ欧州から多数の観光客が訪れる。2012年時点で年間29万人の外国人観光客が訪れ、年間観光収入は4億7000万ドルにも及んだ。プライア国際空港カーボベルでは大西洋に浮かぶ交通の要衝であり、空路、 回路ともに発達している。ミンデロやプライアの港湾施設、サシ島のアミルカルカブラル国際空港は改良が重ねられ、ミンデロでは1983年より船舶修理施設が稼働している。主要な港湾施設はプライアとミンデロの港だが、他の島も小規模ながらもそれぞれの港湾施設を持っている。空路は前述のアミルカルカブラル国際空港のほか プライア近郊には2005年に開港したプライア国際空港があり、国内線の他西アフリカ諸国やポルトガルなどと結ばれている。陸路は延べ 1350km の道路により保管されており、うち 932km が舗装されている。2000エスクード紙幣カーボベルでは開発途上国とみなされており、国連により消灯初開発途上国の指定を受けている。 しかしカーボベルデ経済は観光収入の拡大や安定的な政治に助けられ、1990年代後半から大きく成長しており、2007年には後発開発途上国の指定を解除された。これはボツワナに続いて2例目である。カーボベルデは、急宗四国であるポルトガルとの関係が深く、あらゆる分野で密接な関係にある。 通貨カーボベルデエスクードは1999年までポルトガルエスクードとの固定相場制のもとにあり、ポルトガルのユーロ導入後も引き続きユーロとの固定相場制を維持している。2005年12月にはミンデロにカーボベルデ証券取引所が開設された。2007年12月、これを受けカーボベルデは批准手続きを進め、2008年7月23日には正式に WTO 加盟を果たした。これに伴い、カーボベールでは、新たな関税法のほか、TRIPS 協定に基づき著作権法や、特許法を導入する義務を負った。ABCDEFGHIJKLMNOCIA、ワールドファクトブック2015年7月11日、閲覧。ABCDEF、データブックオブザワールド2015年版にのみや書店。 2015年、UN アドボケートサルーツケープベルデ、エスグラジュエーションフロムカテゴリーオブパーリストステーツ、UN ニュースセンター、2007年6月14日、2009年11月11日閲覧、ケープベルデ通常ジョイン WTO23 時ライン 2008WTO ニュース、2009年11月11日閲覧。 WTO プレスリリースオンケープベルデ S アクセッション2009年11月11日閲覧。ケープベルデ S アザーアクセッションカミットマンツビサイズマーケット、アクセスフォーグッズサービス o o d 2 0 0 9年11月11日閲覧。ありがとうございます。